ケビン・ビンセント・フランドセンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンタクララ郡、ロスガトス出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。大学在籍期間中に放った、アンダ数は246。これは、サンノ・ゼ州立大学の新記録である。2004年も高成績を上げ、ウェスタンアスレチックカンファレンスのオールスターに選出された。2004年6月7日、 MLB ドラフト12巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名され6月16日に契約。この年からマイナーリーグでプレーを始める。ドラフトから23ヶ月後に兄がガンで亡くなり後のメジャーデビュー時には兄が大ファンであったデイブリゲッチ投手コーチから現在の背番号19を譲り受けている。プロ2年目の2005年 AQ3 のゼジャイアンツ AAQ、ノーウィッチナビゲーターズトリプル AQ、フレズノグリズリーズの3球団トータルで128試合、打率。335、出塁率。398オプス。861.21、盗塁というハイレベルな数字を叩き出し、7月10日には、オールスターフューチャーズゲームに出場。チーム内のマイナーリーグプレイヤーをオブザイヤーに輝いた。 他、シーズン終了後有望株リストで9位にランクされ、ベストディフェンシブインフィルダーに選ばれた。2006年は、メジャーのスプリングトレーニングに招待された。その際、当時の監督フェリペアルーに好印象を与え、フィールド全体に打ち分けるケビンの打撃技術は、私が昔教えていたデライノ・デシールズや、ホセビドロに匹敵すると称賛されている。同年4月28日、 メジャー初昇格。アリゾナダイヤモンドバックス戦において2番打者、2塁手として、即、スタメン起用され、4打数3、アンダー1、死球4、出塁3得点という、鮮烈なデビューを果たす。その後は失速し、マイナー降格と再昇格を何度か繰り返した後、8月19日には、顎骨折のため故障者リスト入りするなどのアクシデントに、襲われたが、41試合に出場して、 経験を積んだ。オフのウィンターリーグでは、アリゾナフォールリーグのオールプロスペクトチームと、ライジングスターズに選出されたほか、ダーネルステンソンスポーツマンシップ賞を受賞。シーズン終了後、チーム内の有望株リストで6位にランクされた。2007年は、開幕25人枠入りし、4月12日に早々とマイナー降格を告げられたものの、 トリプル A 級フレーズので19試合、打率。403、出塁率。506オプス1.028と結果を出すと、5月3日以降は、メジャー定着。ユーティリティプレイヤーとして5つのポジションを務め上げ、特に、レイダーラムとオマー・ビスケルの2人が共に高齢化が、進んでることもあって、二遊間についた、試合数は、チーム2番目の多さであった。また、 代打としても2番目の起用数であり、しぶとい打撃を披露するなど、徐々に信頼を築きつつあった。2008年は開幕直前に、左アキレス腱を断裂、シーズン絶望となる重傷を負ってしまった。その後は治療とリハビリが長く続き、9月28日の最終戦において復帰したものの、8回裏に代打として1打席立っただけでシーズンを終えた。 シーズン終了後に行われたウィンターリーグではアリゾナフォールリーグに派遣され32試合打率331出塁率392オプス813.10投塁トライ期に向けて望みをつないだ2009年はトリプル A 級フレズノでプレーすることが多くメジャーでは23試合の出場に終わった二千十年三月十六日に 金銭トレードでボストンレッドソックスへ移籍。29日に参加のトリプル A 級ポータケットレッドソックスへ移動して開幕を迎え17試合に出場した。4月28日にリーフとなり翌29日にウェーバーでロサンゼルスエンゼルスへ移籍。参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズでプレー後5月8日にメジャーへ昇格。7月30日に トリプル A 級ソレトレイクへ降格したが、9月7日に再昇格した。この年は54試合に出場し、打率250.14打点に投類だった。オフの12月2日に FA となった。2011年1月6日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。3月25日に放出され、28日に フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。5月11日、禁止薬物使用で50試合の出場停止処分を受けた。この年は、参加のトリプル A 級、リーハイバレーアイアンピックスで77試合に出場し、打率303.4本塁が40打点、10盗塁だった。11月2日に FA となったが、29日に、 フィリーズとマイナー契約で再契約した。2012年はトリプル A 級リーハイバレーで開幕を迎え、7月26日にフィリーズとメジャー契約を結んだ。この年は55試合に出場し、打率。338.2本類が14打点だった。11月8日にフィリーズと1年契約に合意した。2013年は119試合に出場し、打率。 234.5本類が26打点1盗塁だった。12月2日にフィリーズと1年契約に合意した。2014年3月23日に40人枠から外れトリプル A 級リーハイバレーへ降格した。25日に自由契約となった。2014年3月26日にワシントンナショナルズと90万ドル出来高の1年契約に合意した。 開幕後は、ユーティリティープレイヤーとして105試合に出場し、打率259.1本類が17打点だった。オフの11月14日に、ナショナルズと100万ドル出来高の1年契約を結んだが、2015年4月1日に自由契約となった。2015年4月21日に、アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、 参加の AAA 級リノエーシズで26試合に出場した。5月29日に自由契約となった。その直後の6月1日にフルスのジャイアンツとマイナー契約を結び、参加の AAA 級サクラメントリバーキャッツで86試合に出場した。9月23日にメジャー契約を結んだ。10月15日に FA となった。2016年8月から、 サンフランシスコのラジオ局でスポーツトーク番組のレギュラーを務め、2018年からはフィラデルフィアフィリーズラジオネットワークの専属解説者に就任した。パワーレスだがコンタクトがうまいため三振が少なく、新塁打などの小技が効き、その上走れる。したがって2番打者としての適性がある。守備においては本来は2塁手だが、必要に応じて3塁や遊撃。 外野のバックアップも努めることが可能なタフネスで使い勝手の良い,いユーティリティプレイヤーである。ただしメジャーレベルでは遊劇種としては実力不足。ありがとうございます。